君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、新続きをやっていきましょう。というわけでまた戻るんですけど、誰を連れていくか問題ですよね。なんとなくバンシーな気がする。はい。エクセレン。あ、あれだね。みんなさ、え、私みたいな反応なのにさ、この人だとどうなの？咳してる。バンシーだけ。エクセレン。でもエクセレントって言ってるからきっと大丈夫なんでしょうね。今まで誰を連れてっても、え、私みたいな、なんで、マジかみたいな感じだったのに。まあやっぱね、その地を知ってる人にとってはね、バンシーにとっては家に帰るだけだからな。確かに。行きましょう。降りよう。いやー、これやっぱ、あ、この反対側行ってないね、今思えば。後方の道の方は。まあこっちはこっちで、シミがありますけども。お、そこは繊維工業ポスターが貼ってある場所。あ、やっぱりよ、もう早速知識が出てきてますよ、このバンシーの。いろいろと面白い標語が書いてあるぞい。ポスターに標語？待ってくれ。一体何の話だ？じーっと目を凝らすとな、見えるんじゃ。見える？見えるって何が？だから、昔そこに貼ってあったそのポスターの文字が、じゃよ。ほれ、車でも行ったが、わしは霊力の高い高貴な生まれじゃから。あ、これもヒントじゃん、絶対。そういう霊視みたいなもんが得意なんじゃ。すげえな、このじいさん。本気で言ってるのか。本当だよ。なんだったら試しに読んだるぞい。いつでも言ってくれ。でもそれで仕事できるよ、多分だとしたら。バンシーはそう言って笑ったが、果たして信じていいものだろうか。ちょっとじゃあ、探ってみましょうか。シミはやはり古い血液です。それはいいんですけど。え、バンシー。バンシー、あ、見る。バンシーは黒いシミの前に仁王立ちした。ふーん。一億玉砕。信州不滅。と書いてあるの。こりゃ、大戦末期のもんじゃろう。いかにも追い込まれた感じがするぞい。今の言葉もしヒントだとしたら覚えらんないな。分厚い鉄の扉。鍵穴は錆びついてはいない。鍵があれば開けられるだろう。地下壕の鍵で鉄壁を開けた。行きましょうか。でも先行き止まりですね。うわ。そこには場違いにも一体の仏像が立っていた。これも頭がないね。仏像の首は刈り取られている。どれどれ。仏像がある。首のない仏像には埃が積もり汚れている。失われた頭部の代わりなのか、首 にはお札が貼り付けられていた。ボロボロのお札。あ、ボロボロのお札なんだ。この像に貼ってあったお札だとしたらなんか取っちゃいけなそうじゃないですか。なんかちゃんとしたお札な感じしちゃうけど。大丈夫なんでしょうか。ここにね、あからさまな箱がありますけども。探る。うわ。あ、人の頭と仏の頭両方入ってない？不気味じゃな。待って、右下の仏さ、ちっちゃい仏の顔が無数についてんの、これ何？こんなの本当にやんのかな？不思議。無造作に頭がと。その中に一つ、どう見ても本物の首が転がってるのが見えた。多分この右下のこのいっぱい頭ついてる仏の左のおやつですよね。乾燥してミイラ化しているが、頭髪の長さから見て女性のようだ。実験の犠牲者のものだろうか。ふむ、ここにあったか。持っていこう。これを持ち主に。これ多分自分の言うと思ったよ。いや、なんでもない。バンシーの視線を感じ、慌てて否定した。あれだよね。もう一人の自分ですよね、多分。もう一人の僕。回ファイルに新しい情報を追加した。1号倉庫の箱。1号倉庫なのか。持ち運べたとしても1個で限界だ。持っていくならどれにするべきか。え、うわー、これわかんないね。なんかパズルみたいになってそう。慈悲、憂う、怒れる。女性。でもここにあったかって言ってるってことは女性ですかね。人間の生首。よく持ってけるな。他は上のライト。電球は埃にまみれて汚れ。長い期間取り替えられていないことがわかる。そんな古びた電球がなぜ光を放ち続けていられるのだろうか。確かし。まあ、こんなもんですかね。そもそも、今思えば、こいつに早速一個なんか、頭を、つけたりは、しないのか。特にそんな描写はないもんね。
っと大丈夫だよね。うわもうそういう余計なことすんのやめて、本当に本当に嫌だ。本当に怖い。1億玉砕。なんだっけ、もう忘れちゃった。1億玉砕。あ、ここも見えるはず。じゃあ確かに所々にあったもんね、このポスター貼ってあった後。見る。バンシーは黒いシミの前に仁王立ちした。どれどれ。贅沢は敵だ。うん、シンプルイズベスト。とても有名なやつじゃな。まだ始まった頃の標語だの。うん、ちょっと今のあんまり大したあれじゃなさそうだな。さあ、まあまた順番に普通に見てっか。ここにもいろんなとこにあるもんね。多分それ全部ヒントになるとは思うんだよな。バンシーは黒いシミの前に仁王立ちした。まあこれは読まなくていいか。欲しがりません勝つまでは、足らぬ足らぬは工夫が足らぬ。うわ、これ工夫っていう文字を入れる。うわ、これは一番有名なやつじゃん。ちょうど中盤戦の表具。うわ、これ。これ問題3問さ、あのライブ話題で3問あってさ、最初は、はい、最初の方のやつ、中盤のやつみたいななんかなってそうだな。やだ。やだわ。これ先行けるんだっけ？ここは何でしたっけ？これか。ここはでも、いくら霊視できてもね、死体とかは、あ、先ほど手に入れた頭は遺体の切断面に合うかもしれない。あ、そういうこと？試しに首をつけてみようか。人間の生首を当てはめてみた。しかし切断面とうまく合わなかった。じゃあこっちじゃね、もう一つありましたよね。なるほどな。まあ、そう考えるとやっぱあの仏たちの頭じゃないですね。やっぱ人間の頭でよかったっぽいですね。さあさあ。こっちにもさ、どっちだっけ？どっちかなんか同じような部屋ありましたよね。左かな？あ、やべ。ここは入っちゃいけないやつ。危ねえ。また水浸しになるとこだったぜ。今んとこ、まあでも変に調べない方がいいか。積んでから来よう。変に調べてまたね、なっちゃったら嫌だから。あれ、ここ扉があるとこではなかったか。普通に行き止まりか。今んとこか。扉があったのは。じゃ、この右側。こっちか。あ、今んとこもポスターあったね。あ、これ、あ、ここはでも。はい。あ、ここそうだね。首の傷口ギザギザ。頭に合わせようよ。あったら、何なんですかね。人間の生首を当てはめてみた。あ、うまく合わなかった。あれ？こことも合わないか。やってることやばいけどね。いろんな人の枠に持って、こっちじゃ合わないか、こっちじゃ合わないかってやってるとしたら相当な人ですよね。バンシーは黒いシミの前に仁王立ちした。どれどれ。埋めよ、増やせよ、生やせよかな。国のため。進め、1億火の玉だ。これは、後半という感じかの。あ、まだ勝っとった頃のだろうな。ああ、いつ頃よ、勝っとった頃って。プライムはね、歴史に全然興味ないまま最近まで生きてきて、最近急に歴史に興味が出始めたんですけど、まあ、それまで歴史にあまり触れてこなかったもので、全然わかんないんですよね。いつ頃が何とか。ほんといい国作ろう、鎌倉幕府以外わかんない。あと、卑弥呼。あ、ここはでもね、鍵かかってるけど、いけますね、きっとね。はい。鍵で。ここ初めて、スポット。こっちにも首あるかもしれないですね。なんか、物は、なんか不思議。気のせいか。なんもないね。うわ、こっちはこっちでまたいっぱい分かれてるな。え？十字路の向こうから。万歳三唱の声が響いてくる。構わず進む、引き返す。進もう。構わずさらに先へ進もうとした。ここで、きっとライブ話題だ。その瞬間、電撃のような感覚とともに、全身の筋肉が硬直した。はい。ライブ、オア、ディア。貴様は何をしておる？油を売っておる暇があるか？直ちに当吉の掲げる標語を復唱せよ。本土決戦に向けて気合を示すのだ。やっぱそうだよ。
2400もある。え、1億玉砕だろ。知ってるよ。いや、全部言ってたけどね。贅沢は敵だ、海を増やせよ。もう一度だ、空襲に報復する我々の決意を口をせよ。国が焦土と化しても負けぬ、その決意を述べよ。こんな時代があったんですもんね。欲しがりませんか。あ、信州不滅。え、焦土としても負けぬ、欲しがりません勝つまでは。この被告人目、あ、500ですんだ。バッて、何だったんだっけ。どれも見た言葉だから。南は熱帯から北は北極圏まで、我が軍はこれまで入戦奮闘してきた。しかし戦局は一向に好転せぬ。貴様どう思う？それでもこの戦線に勝てると思うか。当たり前だってことを言えばいいのかな。降伏する。神風が吹けば。グーって。やっぱ諦めたらね。諦めたら、戦争終了だから。貴様心眼のようだが、なかなか見どころがあるではないか。以後、よく体内を点検監督せよ。さらばだ。一回間違えたけどね。一回間違えたら結構怒られそうなもんだけどね、この時代の。じゃあ、左から調べていきましょう。わ、ここにも、愛って書いてあるよ。床に倒れている死体が残したのだろうか。壁には血で文字が書かれている。文字は愛と読める。ラブ。人骨が転がっている。全身を打ち砕かれて死んだようだ。じゃあ、さすがに打ち砕かれてるものは、首が合わせらんないと。すいましょう。あ、あるね、ぽいのが、いっぱい。南の区画にもあった手術室のような部屋だ。しかし、この手術台の上には。おっと、仏さんがおるの。首のない死体が寝かされている。ということで、絶対これでしょう。こやつでしょう。手術台の上には首のない死体が横たわってるよ。試しに首つけてみます。人間の長首を当てはめた。ピタリと切断面に当てはまった。いや、怖え。ずっと不意に世界が揺らめき。うわー、なにこれ。恐ろしい光景が視界へと流れ込んでいて、これ腕くっつけてない ?3 本ぐらい。何やってんの?これは、この手術台の女性か。何らかの実験をされている女性。これは過去の出来事なのかもしれない。うわぁ、何?手術してる人も怖い顔してる。生々しい音とともに視点が切り替わった。手術用具を手にした白衣の男。しかしその姿はとても聖者には見えない。え?ここで死んだ研究員たちの亡霊が過去の悪夢を再現しているのだろうか。左側からその男たちのささやくな声が聞こえてくる。口が回らなかったね。おい、覚醒しておるぞ。気にするな、どうせ死ぬ。それもそうか。するとその声に割り込むように。木。今度は右側から冷たいささやきが響いた。聞こえるだろう。案ずるな、すぐ。しかしそこで右側からの声は途切れ、再び白衣の男たちの声が響いた。うわ、ライブ話題なの?ライブ話題か。おい女、どの道具で切断してほしい?最後なんだ。お前の望みの道具を使ってやるぞ。え、で、ギザギザのやつ選んだってこと?恐ろしい選択するね。え、飲み。飲みじゃない、飲み。はは、当たりだ。なかなか賢いじゃないか。残念なことに賢い頭とはもうおさらばだがな。貴重な素材だ。丁寧に切断しろ。グッド。グッドじゃないけどな。いや、もう嫌だ。音やめて。うるせえな、まるで豚だぞ。だから女を裁くのは嫌なんだよ。辛抱してくださいよ。やっと掴んだ手がかりなんだ。いや、もう恐ろしすぎる。まだだ、待て。今、力、くれてやろう。右からのささやきはまたすぐに消えた。何それ。ああ、まさか、今までのやり方を破ることでうまくいくとは。おい豚、わかるか?俺たちが解明した天物の正しい首と胴の組み合わせがよ。え?うわ、なんだっけこれ。あったね。女と男だった気がする。
合ってるかな。その通りだ。だからお前の頭がいるわけさ。これも未国のためだ。恩国のためだ。喜んで拒絶しろ。グッド。そう、確か組み合わせだったんだよ。もう終わったじゃんね。しかし問題は魂の鮮度だろ。いくら冷却しても切断の出来次第だ。え、魂を冷却とは言っても手段は限られる。機材はここにあるもので全てだ。早いところ冷凍機材が。突然左からの声が途切れ、右耳に断固たる声が響いた。憎め憎め憎め、世の全てを憎み食いちぎるがいい。そのための力、今この声を聞くところに残らず注いでやろう。憎み殺し尽くすのだ。分かったな。何？灰しかない。じゃあ1の灰にします。こんでバットだったらどうすんねんって。よかった、グッドでした。よろしい、殺し尽くせ。気がつくと手術台の横に立ち尽くしていた。サバイブで。よかった、なんとかなりましたね。その時、手術台の死体の手の中から何か滑り落ちた。小さな鍵を手に入れた。今の光景は、いや、それよりも、常に右から語りかけてきた声。あれは何者なのだろう。顔色が悪いようじゃが、ひょっとして何か見ちまった？ああ、実は。バンシーに今見た光景を伝えた。ここで過去に起きた惨劇、その火種を引いた何者かがあの声の主なのかもしれない。うん、面白い話だな。確かにここでは何があっても不思議はない。で、それとわしらの印にはどんな関係が？それはわからないが、確かにバンシーの言う通り、我々のすべきことの手がかりにはならない。怪異が生み出されたきっかけ、その元凶とも言えるものを探さなければ。調査を続けよう。今見つけた小さな鍵はこの棚のものかもしれない。ふと手首の印へ意識が向いた。まだ来てないな。バンシーの方を見るが、特に変化ないようだ。死の刻限は近づきつつあるはずだが、まだその時ではないらしい。ともかく今は生き残ることだけを考えなければならない。カイファイルに新しい情報を追加した。まあ、とにかくあの頭は、うわー、やめて。持ってくるのは正解だったってことですね。旧式の銃と実験記録が入っていた。突如暴走、被害、なんとか、独居、多数発狂、聴覚喪失せるもののみ、かろうじて正気保。処理層と女、反霊化し、攻撃に霊具を要す。中心たる人痘を破壊、人痘を破壊すねば。頭を破壊しないといけないと、霊具で。空砲銃、実験記録3を手に入れた。うん。いや、いい、もういいから。首だけでなく、四肢ももがれている。一体どのような拷問を受けたんだ。だって今の記憶の腕、だって腕3本あったからさ、他の人の腕を切ってつけたのか。でも木っぽくも見えたからね。木の腕を3本つけたのかな。首を切り取られた死体がある。あ、だからそれが、なんとか兵か。なんだけど忘れちゃった。ボロボロになった服から、かろうじて死体が女性だったことがわかる。だから女性頭、男性体で、兵を作ると。第三実験室なんだね、ここは。いやー、恐ろしい。恐ろしいし、おぞましいですね。こっちはなんか血だらけなんですけど。めっちゃ手の跡ついてる。よく見るとそれは無数の手形のようだ。しかし鍵穴には問題がなさそうだ。開けたくなかった。あ、勝手に入っちゃった。その部屋の中では。うわ、出た。数体の仏像が待ち構えていた。やめてよ。いずれも頭部は切り落とされている。どうやらここは盗難、あるいは教室によって収集した各種仏像の集積場所らしい。ふむ、これは仏像の保管庫じゃな。入り口についとった地の手形といい、ものすごい怨念を感じるぞい。ここじゃな、ここに怪異を生み出した原因はある。ほう。もう一人の自分が何か言い出すかと思い身構える。
しかし待っても喋り始める気配はない。ここまで来ればわかるということか。まあ、調べましょう。まずは真ん中の箱。あ、開かないんだ。道具使う？探検で開けられない？使い方思い浮かばない。拳銃は？方法思いつかない。軍刀、軍刀、まあ一旦じゃあそれ以外を調べていく。うわぁ、毘沙天門像、毘沙門天像のようだ。首は切り取られている。これは手には何か仏具を持っていたようだ。神将と思われる立ち像だ。首が途中から。これもしかしてさ、さっきの他の頭を妙か何かの盾立像。首だけでなく片腕も失われている。首を刈り取られた立像だ。落ちた左手には武器を携えていたようだ。神将らしき立像だ。鎧をまとってる。いや、とはいえ何かするっていう選択肢が出ないってことは、別に頭持ってきてつけろとかいう話じゃなさそうな感じですね。無罪に床に転がってる。すべての像を調べてみたら、そうだね。安置されている像はいずれも男性型のものばかりだ。ほう。その時、箱の中で何かが外れる音がした。開くの？もしかして。開くの？ようやく開いた箱の中に、いや、なんで開いたんだ？まあ全部、僕たちを見てって、ちゃんと認識してっていうことだったから。一面に白い紙が貼ってあった。それは大量のお札だった。お、じゃあめっちゃ回復する？絶対違うね。何かを封じていた？バンシーが横から箱を覗き込んできた。どうじゃ？何が入っとった？それが、それが、自分の声が遠くに聞こえた。怪異を生み出したもの。呪いの中心。そんなものはどこにもなかった。ない。この中には何も。バカ言ってんじゃないよ。ならその手に持ってんのは何じゃい？え？バンシーの言う通りだ。何もなかったというのは正しくない。あるにはあった。想像もしていなかったもの。全くこの場所に使わしくないものが。なんだろう、ポケモンカードとかかな。ここにポケモンカード置いてあったら、に使わしくないですよね。お札で封じられた箱の中に、鎮座していた。それは。ピカチュウ。西洋風のクッションだった。それを見てバンシーは失望のため息を漏らした。残念ながらスカか。そんなもんが怪異を生み出したとは到底思えんぞい。それはそうだが、でも絶対キーアイテムだよね。この部屋の様子、霊たちの声。間違いなくここは何か重大なものを封印していた場所に違いない。にもかかわらず、ここには何もなかった。はい、2号倉庫。なら俺たちが探しているものは、一体どこへ行ったんだ？長い沈黙が続いた。だがそれを、いつものあの痛みが打ち破った。うわ、進んじゃったよ。もうそろそろ意識なくなっちゃう主人公。印が焼けるように赤く輝き、すぐにシンクに染まった。地の黒煙まであと。残り数分になったもん。早いね。ぐう。何が起きた？一気に死の黒煙が近づいた？違う、これは。怪異が来たんだ。え、もうバトル？うわー、腕たくさんあるー。開かないの？マジかよー。うわー、マジか。早いね、今回。毒球のような低いうなりが辺りを振動させる。このうなりのせいだろうか。まるで全身がしびれているようだ。え、どうしたらいいの？バック道具、ちょっと、とにかく、なんだっけ、頭を宝具です、仏具でなんとかみたいな。事件記録1、何ら像は物資の家のなんとか、玉離断す工具一致が鍵となり、ついに悲願は2、第70何次実験、修羅像、男体女頭にて接合完了するも、怪現象例頻発、実験続行難。はい、
そして3、突如暴走、被害がすごい、独居多数発狂独居多数発狂ってすごいインフンでるみたい。聴覚喪失せる者のみ、かろうして正気、あ、耳が聞こえないことが大事。処理層と同じ判例化し、攻撃に霊具を要す。中心たる人痘を破壊、人痘を破壊せねば。はい、あ、これじゃん。大音響を発する火薬式の銃砲、農作物を荒らす、まあ、とにかくこれを使うと、耳栓なしで使うとしばらく何も音が聞こえなくなる。音が聞こえちゃうと発狂しちゃうから、これでもいきなり使っていいのか。鍵が1か。うん、本来は女性用の細具。うわ、これバンシーじゃダメかもね。まあ、これは一旦いいか。で、拳銃とかさ、一応武器を見てみようか。この小型拳銃は手のひらサイズ、装填弾数一発、複数の問題が解決できず、開発は中止。はい、探検。これは、絵に仕込んだバネで刀身を発射する機構、一回の使用で破損してしまう。はい。全部壊れちゃうね。錆びた軍刀。これは近づいてから多分その頭を取るときですね。空気銃はあれか、音が聞こえなくなるやつか。じゃあとりあえず空気銃てか使えるもん少な、発砲する、鈴を振るにしようか。もうそれは正気を失って、あ、マジか。必死の思いで構えた銃は意志と合う腹に自らの頭に向かって、え、空砲が炸裂し意識が白く覆われる。強烈な耳鳴りが周囲を満たし、独居の声は全く耳に入れなくなった。これが重要なんです。近くにいたバンシーも同じように耳が聞こえなくなったのか頭を抱えている。全身を覆っていた不快なしびれが消えて、よし、バンシーが鈴を振り鳴らした。しかし効果はない。あ、その瞬間神楽鈴が空中で弾け飛んだ正しくない使い方をしたせいで負荷を与えてしまったらしい。観音兵が何かを叫ぶと心臓に激しい痛みが走る。モンストロは傷を負った、バンシーは傷を負った。いや、これあれだね、ヒロさんを連れてくるべきかもね。まあ、傷を負ったで済んだけど、空気砲、小型銃使ってみようか。はい、お、傷を負わせた観音兵に貝の姿は透き通るように薄れていく。観音兵が何かを叫ぶと心臓に激しい痛みが走る。パンシが傷を負った、モンスラ傷を負った。まだ死なないね。でも、あ、やっぱあの空気銃のおかげで、これ目隠してるけど目見えてない？これは近いのか。あ、近くなっちゃったからむしろあれか。で、軍刀と、あ、軍刀使えないのか。貝が遠すぎる。あ、遠すぎるのか。射出、空気銃と射出式探検。貝の姿をすり抜けて虚しく浮かれておっしゃい。え、まだ生きてる。え、なんか最終コーナーまで来ちゃったよ。うわー、怖い。いないいないバーしてる。え、じゃあこの近くで使えるものを使うしかないよね。はい、かすかに貝の表面を削いだが特に目立った効果ね。いや、ちょっと、ヒロさん連れてきます。うん、わあ、近いかな。